バイオトイレ。バイオトイレは便所の方式の一つ。英語ではコンポスティングトイレットというのが一般的である。日本ではバイオトイレの他にコンポストトイレ、コンポスティングトイレとも呼ばれる。高気性微生物の活動によって排泄物を分解する。水を全く使わないか使う場合であっても水洗トイレ等に比べて少量で済む。排泄物を木質材。 おが図、ヤシガワ、わ、せんピートモスなどと混ぜあわることによって、後期性微生物による分解、水分吸収、悪臭の軽減を行う。多くの場合、バイオトイレにおける微生物の有機物分解は、低速分解、低温分解によって行われる。長期的な分解を行うため、二次的な瓶素貯蔵所に移し替える方式もある。バイオトイレから取り出された残砂は、 農業や園芸で、堆肥、コンポストとして使用することができる。水が使えない場所や、下水道設備がない場所に設置される。欧米諸国、スウェーデン、カナダ、アメリカ合衆国、イギリスやオーストラリアにおける、沿道施設や国定自然公園などで多く、使われいる。同じく、スウェーデンやフィンランドなどにおける山村、農村の別荘で多く使われている。 日本を含む、こうした、先進国から、インフラストラクチャーの整備が遅れている、発展途上国へ、バイオトイレやその技術が輸出、提供されることもある。おかくず等を、便宗の中に詰め込んであり、排泄された糞尿を、おかくず等と共に攪拌して、後期整備生物を、活発化させ、分解、堆肥化させる。大きく分けて、電気ヒーターなどにより高温加熱する方式と、 加熱しない方式に分類できる。また、糞尿をすべて一緒に処理する方式と、固形分、糞と液体分、尿を分けて処理する方式に分類でき。糞尿に含まれる水分は、蒸発により放出させるか、または別に分けて処理する。残った有機物を、汚がくの中に住みついている、好気性のバクテリアが分解する。最終的には、 溶かしたおがくずと再利用可能な対比を生成する。処理機内のおがくずの量は、その処理能力によって様々であるが、1日あたり、処理数0.01メートル程度が必要である。処理能力相応の使用状態でのおがくずの寿命は6ヶ月程度であるが、処理能力を上回る使用下での寿命は著しく低下する。後期性微生物の活性化のため、 便宜の攪拌が必要であり、手動ハンドルなどによって攪拌するものと、電気モーターで攪拌するものとに分類される。原理的には、コンポスターと同様であるため、生ゴミ処理機としても利用できる場合もある。故障防止のため、骨などの固形物を細かく砕かなければならない場合がある。このほか、ペット用や、室内設置用の家具帳、家畜用のバイオトイレもある。 水を使わないトイレとしてネティス新技術情報提供システムに登録された技術である登録ナンバー HK-040017 が推薦式でないためにどんな場所にでも設置できるという点である加熱式の場合は電源が必要また、組み取り作業を必要としないため死にを組み取り車両の立ち入れない場所への設置も可能 排泄物を垂れ流すこともないため、近年問題になっている登山愛好者の排泄物、問題解決の糸口としても注目されている。実際に、金時山、神奈川県、箱根足柄山地の山頂をはじめ、バイオトイレを設置している山小屋も各地にある。間接的ではあるが、組み取り費用が不要になり、恒常的なランニングコストの低減も期待できる。設置は、 比較的簡単であり、都市公園のトイレなどに設置されている例も見受けられる。個人宅のトイレにも設けられることがある。保温用、攪拌用の電力料金は、使用頻度や機種によってかなり高額になることもある。電気の使用については、選択肢として下記が考えられる。攪拌用のモーターを駆動させる場合は、一時的では、あるが、数分間数百ワットの電力が必要である。 また、水分を蒸発させるために、電気式ヒーターで加熱する場合は、工場的に数百ワット規模の電力が必要になる。この場合、太陽光発電や風力発電などの自家発電装置で賄うことは、現実的にほとんどの場合不可能となる。攪拌は手回し、足こぎ等の人力で行い、加熱、保温用のヒーターは、供給電力で作動させる場合、 必要電力は数百ワットとなる。モーターを駆動させる場合に比べれば必要電力は少ないが、太陽光や風力などの自家発電装置で賄うことは難しい。攪拌を手回し、足漕ぎ等の人力で賄い、加熱も行わずに自然の状態で分解、対比化を図る方法。ただし、後期性微生物を育てるための空気循環。 および強制廃棄のためのファンは必要と思われる。ファンの必要電力は一般的に数十ワットであるので、小さな太陽光、風力等の簡易な発電設備があれば対応できる。バクテリアによる生分解に依存しているため、便座クリーナーや洗剤などの除菌作用のあるものは使用できない。各半スクリューやモーターの故障につながるため、硬いもの、 衣類などの投入も厳禁である。生理用品やおむつ、タバコの吸い殻の投入も好ましくない。長期的に使用しない場合は、ヒーターによるおがくずの加熱防止のため、電源を切る必要がある。温水洗浄便座は禁止事項ではないが、水分型によるおがくずの処理能力低下が懸念されるため、あまり推奨できない。おがくず等を定期的に交換する必要がある。 使用頻度や処理容量にもよるが、おおむね3から6ヶ月程度に1回の交換が目安である。おがくずの交換そのものには、専門知識は不要である。モーターやスクリューなどは、通常使用下はメンテナンスなしで OK だが、変形や焼き付けなどの場合は、交換が必要となるため、専門の技術者を要する。バイオトイレイコールバイオの力で使尿を、 発酵分解して処理するトイレとなれば、方式は様々考えられる。バクテリアの種類、菌床の種類も一つではない。限られた処理層の中では、発酵分解できる量は微量である。そのため、連続して能力以上に使用すると、分解しきれないおでが溜まり、悪臭が発生して、菌床の交換をせざるを得ない状態になる。年に何回かといっても、それは、 人力で行うしかない。大変な負担であり、ベタベタした状態でのコンポスト使用は、環境衛生上問題になる。また、災害時やイベント等で1日の使用限度を超えた、使用を続けると、ための状態になり、組み取りが必要となる。これでは、バイオトイレとは言えない。有力な解決方法としては、油成分まで分解できる、好気クテリアを菌に、初期投入して、 完全に死尿やトイレットペーパーの発酵分解ができれば悪臭が発生せず菌床の交換も必要なくなる。さらに発酵分解を促進する環境を整えることにより性能がアップされる。バクテリアの発酵分解には水分、酸素、温度のバランスが重要になってくる。温度は自動調節、酸素は処理層中心のスクリューを回転させることで全体に含ませる。 トイレットペーパー使用後に、スイッチを押しての回転とタイマー設定で、一定時間に一回は回転させる。最もネックになるのは、水分の調節である。好気性バクテリアは、水分の多い状態では分解力が低下するため、一定量を超えた水分は処理層に流れないよう、分離する必要がある。水分量が減少したところで処理層に戻して、 蒸発させれば、設備内で完全に、死尿処理することができる。菌床をコンポストとして使用するにも安全である。もちろん、菌床を交換する必要はなく、定期的な点検のみで使用できる。ただし、尿の使用量が著しく多い場合は処理層での蒸発が間に合わず、尿タンクに溜まる量が増加する。死尿を分離するには、専用のセパレート便器が必要である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。